あれ、ティマイオスいないみたいだな。お客さん。あの、彼に何か言おうでも。いやいや、いつもならここにいるから、ちょっと気になっただけだ。なるほど。彼ならアルベド先生に呼ばれたよ。代わりに私がここにいるの。私はスクロース、アルベド先生の助手。錬金術に関する質問なら私に聞いて、力になれるよう頑張るから。私、こういうのあまり得意じゃないの。ごめんなさい。普段は実験室にこもってて、外出も他人と会話することもあまりないから。協力が必要なら私を呼んで、いらないなら、私、そこで本読んでるから。うん。ありがとうな。オイラたち慣れてるから、心配はいらないぞ。そうだよな。え？まさかあなた、フーマリューを倒したあの伝説の旅人？あなたの話をたくさん聞いたよ。いつか近くで研究したいと思ってたの。研究？あ、ごめんなさい、気にしないで。でも、あなたならきっと、アルベド先生の力になれると思う。さっきからアルベド先生の話ばかりだな。そいつもモンドの錬金術師か？紹介が遅れてごめん。アルベド先生は、セピュロス騎士団の首席錬金術師。私とティマイオスの先生でもあるの。普段はティマイオスが錬金術を教えてるとこしか見かけないけど、そのアルベドは先生の先生ってことだな。はい。先生は世界の真相の探求に力を入れてて、成果もたくさん出してるの。先生の助けを求めるために、わざわざモンドに来る錬金術師もよく見かけるよ。どんな難題でも先生に聞いたらすぐ解決するの。おお、すごい人なんだな。うん。でも最近先生の研究がうまくいってないみたいで、会う時はいつも元気がないの。あなたが体験した冒険はきっと先生も興味があるはずだから、インスピレーションのきっかけになるんじゃないかな。先生は礼儀をわきまえた人だし、彼を助けたらきっと相応のお返しをもらえるはず。それに需要を感じないぞ。お返しは、やっぱモラがいいな。アルベド先生は今、ティマイオスと一緒に雪山にいるはず。案内したいけど、錬金場から離れるわけにはいかないから、雪山の入り口で探してみて。先生は穏やかな若い方で、学者のオーラがあって、それから、ごめん、どう説明すればいいかわからない。とにかく探してみてちょうだい。うん、わかったぞ。何かお探しですか？錬金や研究の話になるとスクロースのやつ緊張がほぐれてたな。研究者気質っていうのはああいうことを言うのかな。とにかく例のアルベド先生を探しに雪山に行くぞ。